当你的天空突然下起了大雨，那是我在为你扎屋檐。当你的发丝微乱，有阵风吹过，那是我在远处想念你。私が上里彩香が大好きな理由。原人の重要な女主人公として、上里彩香は魅力的な人物です。彼女は美しい容姿だけでなく、高貴で強靭で賢明な内面の品質を持っており、人々を深く引きつけずにはいられません。私が彼女が好きな理由は以下の通りです。1. 高貴で優雅な気品。稲妻の名門上里家の霊嬢として、彩香は幼い頃から良い家訓を受け、端正でみやびやかな振る舞いを身につけました。彼女は美しい容姿だけでなく、貴重な気品と教養を備えており、地元の人々から白鷺姫と呼ばれています。社交の場でも家族の務めでも、彼女は落ち着いて対応し、高貴で卓越した品位を示します。2. 強靭不屈の品性。彩香は子供の頃は遊び好きで、家族の責任を理解していませんでした。しかし、病気の母と働き詰めの兄を見て、成長する決心をしました。彼女は何もわからない状態から、努力を重ね、ついには詩や剣術などの貴族の教養を身につけました。母が亡くなった後、彼女は完全に成熟し、上里家にふさわしい霊嬢となりました。彩香の強靭不屈の品性は、称賛に値します。天空突然下起了大雨，那是我在为你扎屋檐。当你的发丝微乱，有阵风吹过，那是我在远处想念你。当你的天空突然下起了大雨，那是我在为你扎屋檐。当你的发丝微乱，有阵风吹过，那是我在远处想念你。